山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。白山姫神社境内、川魚山菜料理和田屋おかみ和田さと子さんにお話を伺いました。さと子さんは仲良し三人姉妹の長女、和田屋は創業160年になります。さと子さんは小さい頃から絵を描くのが大好きでした。祖父は句を読んだり字を書くことを好んだので、お客様の席札や献立などを書いていました。高校生の時に祖父が旅立ってからは、さと子さんが書くようになりました。また石を探してきて絵を描いて箸置きにしたりしました。高校卒業後、行儀見習いに京都の老舗のお宿俵屋旅館に行きました。1年後和田屋に戻り、22歳で結婚して2人の子供に恵まれました。ご主人は社長、調理をしていました。さと子さんはお母さんであるおかみの所作を見て習い、経験を積み重ねて40代になっておかみを受け継ぎました。そんな中、ご主人が旅立っていきました。お客様やスタッフの前では泣けないので、一人になった時にいつも涙を流していました。息子さんがさと子さんの思いを察してくれて、社長と調理を継いでくれました。和田屋は泊まれる部屋が6室あります。すべてのお部屋に囲炉裏があって、魚を焼いて食べることができます。旅館の衣食住のすべてが総合芸術であると俵屋のおかみさんに教えてもらいました。さと子さんは和田屋らしさを表すときに、古きものの中に新しきものあり、新しきものの中に古きもの永遠なりという思いを大切にしています。虫の鳴き声、草木の揺れるささやき、すべてをめでる空間と川魚や山菜料理の程よい調和が見えてくるようですね。亡きご主人が、和田屋は里子ワールドだね、うちらしくないものはないよねといつも言っていたのを思い出します。和田屋と共に育ててもらいありがとうございます。白山姫神社境内、川魚山菜料理和田屋おかみ和田里子さん、これから時間ができたら大好きな現代美術館巡りをしたり、小さい頃から描きたかった絵本を描ける日が来たらいいなと優しく話してくれました。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。